いいよ。投げます。うい、イエーイ。イエーイ。ですよ、これですね。おお。こんにちは、味噌汁笑顔のりょうです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今回は僕の父親のおじ、おばにあたる方の家で親父が畑をやってて、そこにね遊びに行きました。非常に自然豊かなところで、滋賀県の高島市にあるところなんですけど、こんな感じで家の中にこういうかばたがあったりですとか、大きいバッグがあったりですとか、ちょっともうサマーウォーズみたいな世界観が味わえるとこに家族で行ってきましたので、そちらの様子をすごくゆるい感じになってますが、よろしければですね、お付き合いいただけたらなと思います。めっちゃ水きれいで、こうやってなんやかんやこういうシンプルな遊びが好きな。雨降ってますね。はい、道の駅宿川はこんな感じで川亀パネルを楽しみました。はい、非常に品物が売っていておすすめです。びっくりしたわ。ねえ、確かに。でも100円って言われたら100円やな。そう、珍しい形。でもほんま気持ちいいな。行こうか、ツバメ見に行こう。うん、みーちゃん、うちは置いとき、お外行くからこれ置いとこ。帰ってきたらまたこれで遊ぼう。それ持って行ってもいいですか？うん、大丈夫。持って行こう。なりんちゃん、それ持って行こう。いいよ。ありがとうございます。行こう。よいしょ。バンワン。バンワン。バンワン。行ってきます。行ってきます。いってらっしゃいって。あ、そうですね。よいしょ。あたんのうちの小屋の中にいるんですよ。あたんのこっち。こっちか。よいしょ。お父さんに腰を張る。溝編んで溝。もうこれで。危ないわ。ほんまに置いとこうぜ。おいで。行こう。掃除しようと思っても親鳥が来るから。ああ。ここにね。え、巣めっちゃある。ここから落ちたの。ほんまや。うん、すごい。2箇所あったんです。いや、もうこっち側にもあるし、たくさんいっぱいある。ほんまや。で、これ、これ。近づいてたら、親鳥がキーヒンだけ。あ、これがヒナ？そう。え？ほんまや。かわいそうです。ほんまや。なあ。なあ。ほんまや。見てみたい。よいしょ。見える。動くでしょ？このトンボの死骸も親が持ってきた。だから餌としてすごい。チュンチュン。チュンチュンやな。お父さんとお母さんがね、これなんだろう。あ、虫やね。トンボですね。あ、トンボ。ちょっと生きてる。ヤゴか。いや、でも、ヤゴは水の中の昆虫はなかなか取らへん。羽があるか。羽ある。でも、あの川行ってるから、葉っぱの上上がってるヤゴは取る。すごい。生きてますね。生きてる。寝てる？元気。親鳥が来たらもう口開いて。へえ、わかる。じゃあまあ。要は飛べるようになるまでここで。ねえ、もうちょっと動かないとわからないな。ツバメ、ツバメの赤ちゃんだ。親鳥来るとこうやって黄色。ああ、ほらほら。黄色、本当はね。親が来るとこう、すごい口を開く。なんか、じっとしてる。そうやな、じっとしてぐったりしてるみたいに。いや、あの、口はね、ものすごく大きく開く。恋じゃなさそうな。
餌もないからかな。うそうわ。うちの。みんなお魚。10日ほど前にあの、大きな鯉が死んだ。ここにいた前。前この水。年後やで。ちょっと。うん。ほら、めっちゃいるやん。すごいな。見えるりんちゃん、魚。ここ。水きれい。うん。何？いっちゃう、いっちゃう。せーの。ポン。ポンできた。憧れのポン。やんの？投げます。いいよ。投げます。うい、イエーイ。イエーイ。うん、石。石。石。いいですよ、これですね。おお。行くで。行くで。よーい。おりんの？一緒やったら逆に。ワンワンいる？ワンワンって言ってみたら。プーちゃんは？プーって言ってみ？プーちゃんって。ピンキー。すごい。プーちゃんって。プーちゃん。あ、来たよ。来た？来たら来たで怖いよ。来た来た。プーちゃんって。じゃあプーちゃんは。ピンキー。じゃあピンキー。あ、結構。車出せる？出せるやろ。叩いてる。優しくな、優しく。よしよし。よし。そうそうそう。あ、そうそう。そうそう。よしよし。何してんの？かゆいんやった。かゆかい。かゆかいした。そうそう。うん。あ、取れた。ああ、なるほど。どこがあのこの裏の底にあれがあるのかね。高い秘密が。うん、本当に6000円。ほんまに6000円。多分ほんまにそのええ。そう舐められて面白い。ママの足。足。足やな。そっち、それ僕の。何してんの？それはもうそうやって。これも何千円？そう、これも6000円ぐらい。でも多分アメリカで買ったらもっと安い、3000円とか2000円とか買えると思う。薄いでしょ。まあそれが気持ちいいと感じるか高いって感じ。高いけど正直高いっすけど。なあ、うん。よいしょ、うん、これ何の印やろ。
これ多分この足のマークかな、指があって、うん、これは多分このメーカーのロゴですね。おばさんの感想としては高いと思う。高いってどこにお金入るの。確かにどこにかかってんの。多分輸入税、輸入の分とか。ああ、うん、でほら 見ないからこんなの。あみんな履いてはんの。分であんまり履いてる人いる。あんまり履いてないの。まあ需要も少ないか。これの方が可愛いわ。これ誰の。誰、リンやな。リンちゃんの。うん、いいね。何センチっていうの。12センチかな。あ、もう12センチか。ババはい、植物園遊びによく行ってるんですけど、もうでも暑くなってきたんで、最近はあまり行けてない。足やな。植物園も、よいしょ、見て。コイル？あ、いるわ。綺麗。綺麗やな。コイって言った。家の中にある。餌あげさせてもらう、りんちゃん。餌あげる？まんま。こんなの、粉々にでしてどうやろ。ありがとうございます。食べるかどうか。いいよ。どうぞ。めっちゃ逃げた。ちょっとだけにしといたら、うん、いっぱいあって残ったら。はい、見てや見てや、まんま食べに来ないで。ほら見て、あれ、あ、食べたんじゃん。一個なかったん。食べる？ポイしないの？リンガタ、うん、食べてんの。コイ、行くで、コイにあげんで。ほら、ほら、お、食べた。あ、ました。お前が食べるのか。ふーちゃんどうぞ。ふーちゃんどうぞ。どうぞ。あ、食べた。どまんま。あ、できた。え、よかったね。ぷーちゃん食べはった？おー、やったー。はい、ぷーちゃんどうぞ。あ、食べはった。うれしいな。でももう最後やね。最後やね。これで終わり。え、ここの肉かなんか、そう、キューブのリンがあげて。もう見えへんようにしといて。最後な。これでおしまい。リンに言う。リンに言う。いいよ。おいしいおいしいって。どうぞ。あげた。ママ。できたー。イエーイ。イエーイ。食べたはる？おいしいって聞いたけど、おいしい。あれー。ふーちゃんおいしい。って聞かせなあかんやけどね。みかん、え、温州みかん、うん、でこっちの木はたくさんなってるやろ、うん、でこっちはほとんどなってへん。全部同じ種類は。ほんでこれは去年400個ぐらいになったから、もう今年は疲れて除去作業をせなあかん。カミキリムシの、うん、結構おりそうやな。あれをね、すごい貝殻虫は駆除したんやけど、みんなゴマダラカミキが鳴いてんの今、うん、カエルは足元で飛び降りよ、うん、すごい、こんな鳴き声すんの。なんかこう噛もうとしてる、顎の音じゃん。すごい。触れる？リン持つ？噛まれたら
あ、その入れ物。慣れたことない。こんなのちっちゃい時。分厚い。はい。タフに 0.075。すごい。結構。結構しっかりしてる。150cm。なんぼぐらい？え？安い？いや、もらいもんや。あ、もらいもんか。ほんでもう支柱を立てずに這わしてんの、うん、こんな大きいの。すごい、めちゃくちゃ大きい。こんな大きくなってきた。もう取れそうな感じやけど。ああ、これも大玉で、うん、まだな、もっと大きなもっと大きくなるはず。これぐらいにはなる、うん、これがシソ。一番目にね、餌持ってきたんだ。